ングッズはハッキミーにお払いをしてもらった次の日にもらえます。バリエーションは全部で4種類となり、空張り含めると11種類になります。ハッキミーの今日の運勢で加工良くないが出た時がチャンスです。なお、ハッキミーの今日の運勢は1日1回センベルで見てもらえます。どうやら上昇いいことの運勢だったようです。こうなるとお祓いをしてもらえません。上昇すると言われた日は上がった運勢をきっちり使うのがおすすめです。この日はお金にまつわる上昇が出ます。麦島に戻って岩をがむしゃらに叩いたところ、出てくるベルが増えていました。7回しか叩けていないのは気にしないでください。では加工良くない時の占いとお祓いを見ていきましょう。加工の運勢が出るまで約7日かかりました。これで開運グッズ確定です。これはお願いしないと翌日に開運グッズはもらえません。これで開運グッズが翌日ポストに届きます。ただし4種類の中からランダムで1つが届きます。狙っていたものとは違うものが届くこともあるので根気強くやりましょう。待ちに待ったお祓いの次の日です。初めての開運グッズは何が届いているのでしょうか。
コース州の胴飾り。早速飾ってみましょう。なるほど。ドアの種類によっては合う合わないがあるかもです。ミニだるまが良かった。他の加工、良くないが出たときはこんな感じです。良くないときも楽しめるシステムがあるのがいいですね。それではお待ちかね、開運グッズ全4種類をご紹介します。触ると水晶の中に光がつきます。光の色はランダムで変わりました。触っても特に何も起こらない。触るとポンと鼓のような音がして左の黒目が入ります。色違いのものは海蔵さんにリメイクしてもらうことで入手しました。ドアの飾りです。ヴィンテージな雰囲気。ちなみに開運グッズはカタログ登録後は注文購入できます。